巨人の大物カルテットがパッとしない。筆頭は今季年俸8億円で3勝6敗、防御率 3.97 と苦しんでいる菅野智之31である。前回登板となった7日の DeNA 戦は5回途中7失点で KO。 球数は108球だったが、12日の広島戦に中4日で先発することが決まった。巨人は現在、先発を5人で回している。駒が足りない台所事情があるとはいえ、菅野は今季右肘を痛めているだけに、異例の起用と言える。後半戦再開後、8回1安打無失点だった1日のヤクルト戦こそ菅野らしい投球を見せたものの、好投はこの試合だけ。見かねた原監督が9日の試合前の練習で直接指導に乗り出したほどだ。次回の登板で復調の見込みがないと判断されれば、今季5度目の登録抹消もありそうだ。野手3人も苦境が続く年俸4億5000万円の丸義弘32ももがいている。原監督が、内容が悪すぎる。ここ10試合ぐらいの打率は見られたもんじゃない。この間みたいに、あれ、しなきゃいけなくなる、と2軍落ちを示唆したのは6日のこと。スタメン落ちした9日の DeNA 戦では、9回に26打席ぶりに放った安打が同点打となり、現監督を喜ばせたが、10日の中日戦は4打数無安打。打率は252まで落ちてきた。元木ヘッドコーチは、そんなのあるかいな、と2軍落ちを否定していたが、予断を許さない状況が続く。年俸3億4000万円の中田翔、32はこの日通タコ。巨人移籍後の16試合で打率1150、本塁打1本と、こちらも苦境が続く。9日の DeNA 戦の9回に内野安打を放ち、同点劇につなげたものの、依然として崖っぷちの状態であることに変わりはない。年俸3億円の陽大館34はこの日の中日の先発が左腕大野雄だったこともあり、1番右翼で今季初スタメン。2打席目に右前へ今季初安打を放つなど4打数1安打だった。サルチーム関係者がこう言う。先月の28日に1軍に初昇格を果たして以来、ダイソーでの出場のみで、優勝を争う31日からのヤクルト、阪神6連戦も出番はなかった。2週間近く1軍に在籍しているのに、この試合の前まで2打席しか立たせてもらっていない。ほとんど干されている状態です。物議を醸した5年の長期契約最終年。これが最後の顔見せ昇格ではないか。4人の今期年俸総額は約20億円。そんな大物たちがこぞって2軍落ちを争っている状況だから、費用対効果が悪いのは言うまでもない。新外国人のハイネマン、故障明けの梶谷が近々昇格見込みのため、真っ先に抹消されそうなのは日だが、中田もいつまで持つか。菅野は次が背水の陣、丸はひとまず踏みとどまる可能性が高そうだ。巨人は中日に 1-10 で敗れ、今季ワーストの5連敗。8試合勝ち星なしで3位転落と泥沼状態に陥っている。